メルヘン・スナガは日本の女性お笑い芸人。埼玉県出身。ホリプロコム所属。R-1 グランプリ2020ファイナリスト。高校生時代、部活は漫画研究会に所属。学級王山崎を見て以来熊井もとこに憧れて、高校卒業後、約3年間声優、俳優の養成所に在籍。その後2007年4月から。 渡辺コメディスクール女性タレントコースに1年間在籍。お笑いをやりたいと思い始めたのは、同スクールの卒業近くになってからのことだったという。なお、憧れていた熊井は、今でもファンであるという。2008年6月頃から、ピン芸人、メルヘンスナガとして、活動を開始する。2010年に、ホリプロライブネオのフリー参加コーナーに2回出演。同年6月から、ネオなど、 ホリプロ主催ライブに、レギュラー出演。その後、ホリプロ所属となる。猫好きで、フナッシーのファン。2018年の M-1 グランプリには、薄倉屋良介とのコンビ、どうも、マリーで出場。仮想圏の女風への漫才を演じた。同じ事務所に所属する、モノマネ芸人同士のユニット、ホリプロコムモノマネ軍団でも活動。R-1 グランプリでは2009年、 2010年と2年連続で3回戦まで進出。2011年にて初の準決勝進出。2020年には出場12回目にして初の決勝進出を果たした。チビマルコちゃんファンであり、これをネタにも取り入れて自分をチビマルコちゃんをタクと紹介しながら行っている。チビマルコちゃんのキャラクターを一人で何役ものモノマネの他、サザエさん、コジコジ。 おじゃる丸、アンパンマン、クレヨンしんちゃん、ポケモン、ドラえもん、パーマン、忍者ハットリくん、キテレツ、大百科などのキャラクターのモノマネも演じている。また、本人もチビマルコちゃんのコスプレで主に出演している。この他、タマちゃんに扮してタマちゃんのモノマネでネタを披露したこともある。めくり芸のスタイルの時は、キャラクターやイラストの描かれた紙をめくりながらのモノマネネタを行っている。 また、ネタはブラックなものも多い。チビマルコちゃんとサザエさんなど、複数の作品からのキャラクターを同時に演じることも、ある。ネタの場面転換には、いわゆる、パフパフを鳴らして使っている。ドラえもんのほかパーマン、忍者ハットリくん、キテレツ大百科、お化けの九太郎など、藤子藤雄原作アニメのキャラクターのモノマネを演じる、ことも多く。 藤子藤代同窓会などの藤子キャラクターモノマネで演じるネタがある。なおドラえもんの真似をするのは水田わさび版だけで、大山信代版の方は行わないので、このネタの時に、信代のことは忘れろう。もうそろそろ受け入れてくださいなどのセリフを入れることがある。2015年からは沢口康子のモノマネを交えたネタも行う。仮想犬の女での沢口のキャラクターのモノマネを主に、 演じている。このモノマネについては、まだ、沢口本人の了承を得てはいなかった時に、沢口と仮想剣の女で共演している内藤剛よには、直接会ったことがあり、似てるねやっちゃんに言っておくよと言われたという。その後、2019年4月8日に行われた、仮想剣の女の制作発表記者会見に、サプライズゲストという形で登場して沢口本人と、 初対面を果たし、かねてから、スナの存在を知っていたという沢口から、声のちょっと高いところが似てますねと言われたほか、いつもドラマを見ていただいてありがとうございますと感謝の言葉を送られた。有名人のモノマネレパートリーには他に、中川翔子、森雅子、寺田真などがある。スナ恵エ f フェイスブック公式プロフィールより、ABR-1 グランプリ。 公式ツイッター19時2020年2月21日、メルヘン、スナガのホームページホームページより、本人のツイッターでの自己紹介より、コンビ情報度もマり、M-1 グランプリオフィシャルサイト、2018年12月5日閲覧、メルヘン、スナガツイッター19時37分2018年8月28日、ウスクラヤ公式ページ、 ホリプロコムモノマネ軍団ツイッター、ハットメルヘン、砂がツイッター10時27分2020年2月18日、かわいいライブ、オカの人生王家しちゃ、オカ。2015年6月17日閲覧、YouTube お礼飛ぶ、メルヘン砂が、仮想圏の女がだったら東京新聞2018年11月26日14面、笑う神拾う神、沢口康子、 自身のモノマネ芸人に、いつもドラマを見ていただいて、とか見たよう。オリコーン、2019年4月9日閲覧。メルヘン、砂がツイッター6時33分2019年5月7日そっくり感。キソラでのプロフィールモノマネグランプリ公式ツイッター2017年9月26日5時16分。メルヘン、砂がツイッター。ありがとうございます。